7時32分回りました。寺谷一樹の医療どうなる。このコーナーは大阪府保険医協会の提供でお送りしております。今日も大阪府保険医協会副理事長で大阪市旭区で開業されている宇都宮武弘先生にお電話つながってます。宇都宮先生、おはようございます。おはようございます。今日ね、また高齢者の医療費負担の話でリスナーの皆さんからの反響が宇都宮先生続々届いてますんでね、はい、ご紹介させてもらいます。はい、これは福崎にお住まいの71歳の男性の方、後期高齢者の医療費窓口負担2割への引き上げが決まりましたね。200万円が基準、年収、年金収入、所得などいろんな表現で報道されてます。自分が該当するのかどうか今一つ分かりません。その上、神戸新聞には課税所得28万円超も対象なんかと書いてました。ますますわけわかりません、教えてくださいとか、大阪堺の69歳女性の方、負担増ショックです。75歳以上の負担2割、私たちがちょうど75歳に突入する頃じゃないですか。2人とも忙しいくらい病院と仲良しですって書かれてますし、神戸市の60歳の女性の方、実家の母が後期高齢者の医療費負担が2割になるってニュースを聞いてすごく心配していました。こう、皆さんものすごいこれ関心高いみたいなんですけども、先生どうなんですか、はい、これ、はい、まず大事なことなんですけれども、はい、テレビや新聞で75歳以上の方の2割負担についてですね、はい、自民党と公明党が年収200万円以上の方を対象で、まあ、決着っていうふうに報道されていますけれども、はい、与党内で決定などされたと言われていますけど、まだ実は国会の審議にはかかっていないんですね。はい、具体的な基準などの議論は現在も行われているんですけど、1枚目のおはがきの方の、ご質問への答えになるかも分かりませんが、はい、今月の18日ですね、社会保障審議会医療保険部会というところで、厚労省が示したものをご紹介したいと思います。はい、まず世帯内の高齢者の方のうち課税所得が28万円以上、かつ年収が、1人世帯の場合は200万円以上、お二人以上、の世帯の場合は320万円以上の方、これを、2割の対象にするっていう考え方を示しているんです。なるほどね。まだだから、これ決まったっていうんじゃなくて、まあ、そういう話が今進められてるっていう段階ですよね。おっしゃる通りですね。はい、なんとなく決まったような報道になりますけれども、これ自民公明両党で過半数あるので国会もすんなりいくということかもしれませんが、そういうわけにはいかないんです。はい、国会や各審議会ではこれまでも高齢者の方の暮らしが逼迫しているというデータが出されて、75歳以上の医療費負担に慎重だったということを見てもこれは明らかですね。はい、一昨日のその社会保障審議会医療保険部会で了承されたというふうに報道されていますけれども、この部会では、全国老人クラブ連合会や、医療関係団体の代表の人から、負担を増やすことへの批判や懸念の声がやっぱり相次いでいるんですね。でしょうね。今後の国会審議が大事になってくるかなと思います。はいはい、あと年収200万円っていうこれを、ね、どう捉えるかですよね、先生ね。はい、年収200万円ということは年金が月に16万円ちょっとということになりますかね。はい、国の調査では年金が月23万円の方の場合は月々の生活費は25万円で毎月赤字ということで、貯金を取り崩していかないと家計が成り立たないというデータが出ています。はい、貯金も300万円未満の方が多くて、一旦大きな病気になりますとたちまち生活が成り立たないことになります。なるほど。ましてや今コロナ禍の中でですね、高齢者の方の命に関わる医療を遠ざけるのか、先に紹介しましたように審議会でも反対の意見が相次いでいるんですね。それでも国会で強行採決するんだろうかということで、私たちも従来からの署名を積み上げて反対の意見を国会に届けて、コロナの中での負担を増やすということに強く反対していきたいと思ってるんです。だから
寺谷さんはじめ報道関係の皆さんにもですね、決定がありきではなくて、うん、これからどういう審議をしていくのか、うん、国会の議論をきっちりと伝えていただければなというふうに思っています。まあ、そうやって伺えば伺うほどなんか腹立ってきますね先生、この話ね。今国会がやるべきことというのは、コロナ禍の中で苦しんでいる国民の暮らしをどう支えるのかという議論が必要と思うんですね。はい、なんでこの時期に高齢者の命健康を脅かす議論を国会でするのか、団塊、うん、の世代の方が75歳に入る2022年までに高齢者の負担を増やすということで現役世代の負担を減らすというふうに報道していますけれども、うん、これ年間、まあ、たかだか1000円程度の、まあ、負担軽減というデータも出されているんです。そんな程度なんですか？そんな程度なんですね。うん、現役世代の軽減というのを言うんであれば、今現役世代の方は子育てとそれから高い教育費の負担、これに加えて、うん、ご自身の親御さんの介護医療の負担もしている、いわゆるダブルケアの世帯が増えているんですよね。うん、はい、つまり高齢者の医療負担というのは現役世代の方への暮らしも直撃しているということに他なりません。なるほど。だからこれ皆さん本当に黙ってたらほんまにあかんと思いますね。そうですよね。はい、わかりました。先生どうもありがとうございました。失礼しました。宇都宮武弘先生にお話伺いました。さあ、この問題も含めてね、このコーナーにもファックスメール、おはがきお寄せください。今日はプレゼントがね、てんこ盛りやから、医療のメッセージ書いていただいたら今日のプレゼントがまたダブルで当たるチャンスもあるかもしれません。はい、ファックスメールの宛先をではご紹介しておきます。ファックス番号 078-361-0005、 これ各番組共通。メールは maido@jocr.jp。 番組のメールフォームを使うと簡単にメール送ることができます。 maido@jocr.jp。 おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西寺谷一樹の毎度毎度宛て。どんどんメッセージお寄せください。お待ちしております。